ち？そっちです。はい、では乾杯。あれ？乾杯。そういうんじゃなかったかしら。いやいや、まあ、一応おめでたいということで。おめでたい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ早速始めますよ。はい。パリに住んでいて嬉しいことは自由がある。人の目は気にしなくて済む。誰も人に構わないから言っちゃ悪いですけど、どんな格好して出かけても大丈夫っていう。で、日本にいなくて寂しいのはやっぱり友達とか家族とかに会えないとか、あとはやっぱり日本のご飯が食べれないことかな。なんか一番でもないかもしれないけど驚いたのは、特にセールとかだと女の人が他の人が歩いている場で堂々と下着になって着替えてて、って思うことが何度も見かけたことがあることかな。フランスで美味しいものはやはりパン。私パン派じゃないし、パン別に興味ないと思ったけれど、やっぱりこの国のパンは本当に美味しい。特にクロワッサンとかパンオーショコラとか、ショソンオポムアップルパイとか、何でも美味しくて、でバゲットも出来たてとか本当に美味しくて、なんかやっぱり粉もんがすごい美味しいなと思います。日本はやっぱり海鮮系かな。だからお寿司とか、この国ではなかなか食べれない美味しいウニとかイクラとか、あとすじことか明太子とか、魚卵ばっかりだけど、魚卵ヨーロッパに住みたかったので、最初はイギリスに住みたかったけれど、イギリスはビザが厳しくて、仕事とは別にとは言っても仕事ができないと暮らしていけないので、パリだったら仕事もまあもうしやすいかなって思ったのと、あとはやっぱりご飯は美味しいから、ご飯大事かな。いえ、もちろんっていうか、私自身は仕事が一段落というか、どっかで日本に帰ろうと思っているし、この国に骨をうずめようとは別に思ってないです。まあ、パリがいいよね。基本はフランスの中ではやっぱりパリの、まあ、パリの中ってなくてもパリの今みたいなちょっと近所というか近郊が良くて、で、できれば今私たちが近くにあるあのヴァンセーヌの森っていう素敵な森があって、この森をすごく我々は愛しているので、この近所が近辺がいいなっていう話をすごいいつもしています。スーさんだってもう森から離れたくないんでしょ。森の子。森の中住んだらいいんじゃない。いっぱい住んでるからですね。で、家のテイストは、まあ、多分あんま変わらない、今とあんま変わらない気がする。日本にいた時もあんまり引っ越してもいつもやっぱり変わらない感じだったし、今も結局やっぱりマミコの家はどこに行っても変わらないねって言われるので、多分そんなにすごい変わらないこういう感じなんじゃないかなと思っています。こうね、生活レベルとか人の暮らしにそれぞれあるので、内側にいくらあれば大丈夫とは言えないと思いますが、例えばうちぐらいの50平米ぐらいだったら、今パリだと1400ユーロぐらいとかはまあするかな。チャージっていう管理費とかそういうの込みでそのぐらいすることが多いかなって今見ているとっていう感じですね。生活費としては食費が2人で1000ユーロぐらいかしらね。食費っていうか、まあいろいろこう、なんかトイレットペーパーとかキッチンペーパーとか紙枕、入れたりとかして、全て込み込みでそんぐらいは払っているかな。で、あと光熱費は1月60ユーロぐらいだっけ。それがあんまかかるね。ここ安い。ここはセントラルヒーティングっていう建物自体を温めてくれるシステムになっていて、こう各世帯で温めたりする必要がないので、その分の光熱費がかかってない、まあ、それがシャルジュっていうその管理費に囲まれちゃってるので、そういう意味ではこうお得な感じだね、うん、あとバカンスとかも、もう本当にこれもピンキリだし、まあ、海外に行く
のとフランス国内じゃまた全然違うと思うんですが、フランス国内だと夏とかに出かけると電車とかだと2人で300ユーロぐらいだっけ、ね、うん、行き帰りでね、うんうん、でレンタカーとか1日大概50、60ユーロぐらい、50ユーロぐらいかな、うん、大体、ね、ただガソリン代は高いからね、うん、今ね高い上がってるしね、うん、そうで、うちはよくほとんどの場合バケーションレンタルという1週間まるっとお家を借りる、ヴィラとかそういうのを借りるスタイルの宿、ホテルっていうよりはバケーションレンタルを借りることが多くて、大概1週間800ユーロとか、うん、大体そのぐらいのところをね、うん、行く感じですかね。まあそれを足してみてください。日本人の方が平均的にみんな小綺麗にしていると思う。だから日本人の人がパリに観光で来てる人すぐわかる。小綺麗な人たちが日本人だなってわかるよね。逆にフランス人はただその力の抜け方がすごいおしゃれな人っていうのがいっぱいいて、まあなんかこう持ってるものっていうのもあるけれど、なんかこう普通に遅れ毛とか出てもなんかおしゃれに見えたりとか、あとこうくるくるってね巻物とかしててもそのくるくるっていう適当さが上手に素敵に見えたりとか、適応したのかな、適応してる、わかんないけど、まあ一番最初に適応っていう意味だとやっぱり語学の勉強がすごい大事だよね、うん、マルコはそこすごいちゃんとやってるからそれはすごい大きいと思うな、うん、俺はやっぱり語学を学ぶっていうことは文化を学ぶってことの第一歩だから、そこはやっぱりすごいちゃんとやってるっていうのは大事だな、まあね、でもフランス語は大人になって勉強したから本当に難しくていつも辛い。南仏は大好きなので、ただなんかこういつも同じような場所ばっかり行っているから、まあ、できたらね他のところも行きたいし、行ってないところもまだいっぱいある、まあ、南仏に限らずフランス実はそんなにいらんあちこち行ってないので、まあ、これからいろいろディスカバリーチャンネル、はい、もちろんあの全ての場所に行くときには許可を取って先方の都合の悪いようなことはしないようにしてます。で逆にだからここ素敵な場所だからご紹介したいなと思って撮影できませんかって頼んだんですけど、いやうちそういうのいいからって言われたから結構あるね。例えばスーパーとかみたいなところはお客様が いっぱいいる場所っていうのはやっぱりなかなか許可が下りないので、本当だったら普段こういうものを買ってますよなんていう紹介したいけれど、でもまあちょっと先方の都合を考えると難しいところがあったりします。買い物リストは作ったことがないかも。どうしても買ってこなくちゃいけないこう例えば小麦粉が切れたとか書いとくことはあっても、今日この献立を作るからこれを買ってこようとかいうことはしなくて、大概買い物に行ってでそこで美味しそうだったりお買い得だったり、あこれ旬のものだわっていうものを買ってそれから考える感じですかね。だから何にも考えてないノーアイディア。工夫してること、工夫、あでも工夫っていうか当然ながら無駄にならないようにしつつ、でも毎日同じものを食べないようにしたく、でもいろんなものを食べたいから、例えば人参が1本あったら1本丸ごとを使うんじゃなくて半分使って半分を翌日に使うっていう風なのをいくつもすると、例えばピーマンもあってほうれん草もあってちょっとずつこう重なり合いながらこうなるから、いろんな食材をちょっとずついろんなものに使えてでもちゃんと消費していけるっていうのを結構しているかもしれない。あえてちょっと残す野菜とかも。料理を習ったことはない。この間習ったじゃない。あそういうことでしかない。この間そのリッツのあるワンデイクラスに行ったのと、あと友達が料理研究家なので彼女の教室に2回行ったことがある。お母さんに習ったりしなかったの？そうでもだから小学校の頃からお菓子とかは作っていて、中学校ぐらいからもう週末は
なんか自分でご飯を作ったりとかしてた。朝ご飯とか昼ご飯を。でなんかフレンチトースト作ってみたらなんか違うものが出来上がったりとかしてでシュークリーム作ったら膨らまなくてせんべいになって、弟にこのせんべい美味しいねって言われた。これはですね、レシピ本かどうかというかレシピ本っていう感じですけど、まあなんかちょっといろいろ考え進行中ですのでどうぞご期待ください。まあ10年とかはやんないと思うんですけど、でもまあこう楽しいことを見つけてお届けできる間はなるべく続けようと思っております。まああの他のチャンネルとかは大概そうだと思うんですけど、普通はこう撮影を取りだめしたりしているわけなんです。だがしかしうちはもう本当に自転車操業でかなりギリギリのスケジュールで次のものを作っている状態なので、例えば具合が悪くなったりとか急な仕事が入ってきたり、あとはツーさんとものすごい大喧嘩をして一日台無しになったりするとスケジュールが全く間に合わなくなってできなくなるというのが最大のやばい感じですね。プロジェクトを放棄したいと思うことはありましたか？ツーさんと大喧嘩した時ですね。掃除をする、ご飯を作る、寝るだけ。本当に忙しくて全然他のことができてないかな。はっきり言って、他の人たちがどのぐらい時間をかけているのかわからない、知らないですが、うちは1本を作るのにほぼ1週間まるっと使っている。ギリギリまで使うよね俺たちね、うん、結局時間が余ったら時間が余っただけやっちゃうんだよね。だから時間が余ることがない。だってうちは大概週末撮影はして、でそれを月曜日火曜日に通さんが編集をして、で水曜日にその編集したもので、私が今度その日本語を英語にして、英語をフランス語にしてっていうのをして、でそれをまた木曜日に調整して、で今度金曜日に調整したものは今度イタリア語だったりギリシャ語だったりっていう他の言語にして、でタイトルつけて概要欄書いてっていうのをしてると、1週間あれもう金曜日終わってまた撮影なんで、そう、ね、エンドレスだよねっていう感じなので、なかなか他のことがね、撮影であれ以降で出かけてるからそれは楽しいことなんだけどね。なんかそのアイディアは俺も出すけど、その店のセレクションとか内容自体の細かいこととかはやっぱりマミコの世界観でやってるから、マミコに全部委ねていてっていう感じだよね、うん、意見が割れることって、意見が割れた場合あるけ、意見が割れるのは内容っていうより撮影の仕方だよね。あ、そうね、うん、うん、そっちだね。そう、小競り合いね。ツーさんはすごいもうなんかここからこうしないとダメだよって言ったりとかするから、そんなの違うよ。そんな、そんなこともあるからね。なんかこう、うちはチャンネルとして日本人の方がまあメジャーではあるけれど、かなりいろんな国の方が見てくださっているので、以前はねこうライブとかをやってみようかなんて話をしても、一体何語でやるのかなみたいな、日本語でやった場合他の国の人どうするのかと、でじゃあ英語でやったらスペイン語の人はどうするのかとか、ライブな感じでお話ししたりするっていうのが難しいなっていうのを考えていて、なんか逆にこう良いアイデアがあったら教えてほしいぐらいなんですけど、まあでもね、こう YouTube だけじゃなくて他にもこういろんなインタラクトできることができたらななんていう考えはすごい考えているので、まあ、またそういうことができるようになったらご紹介したいと思っています。
はい、Google 翻訳とかで全ての言語はちゃんと理解しています。よくね、ブルガリア語のコメントをいただくようになったので、2本ぐらい前からブルガリア語のサブタイトルもつけてますので、もし気づいてないようでしたら、ぜひそれを見ていただきたいなと思います。今、19カ国語ね、サブタイトルがついているので、自分の国の言語があるかどうか見ていただけたらと思っています。日本にね、帰る時に撮影したいねっていう話も、まあ、前もしたんですけど、そもそも私とツーさんが一緒にあんまり帰んない、あと日本に帰るとスーパー忙しくてほとんど時間がない、いろんな人に会っていろんな人とご飯食べて買い物して、何とかしてってやってるとあっという間に3週間とか経ってしまうので、正直撮影している余裕がないのですよね。だからまあなんか将来的に例えばね、日本にもうちょっとよく頻繁に帰るようになったりとかしたら撮影できるかもしれないけれど、今の現状としてはなんかそんなにちょっと難しいかなっていう感じですかね。裏話としてはですね、我が家は現在隣のお家が工事中なので、平日全く撮影ができないんです。なんで今土曜日です。全ての撮影を土日にしているというね。広い広くて静かな家に引っ越したい、以上です。でホテルっていうのは多分リッツだと思うんですけど、リッツは向こうから先方からお招きいただいて泊まって撮影してみたらって言われたのでありがたいことに、いいんですかって行ってきたって感じですかね。だからすごいこうたくさんの人に見ていただけるようになったので、素敵なお声掛けをしていただいたりとかができるようになったので、すごいありがたいなと思っています。ありがとうございます。本当にフランスはビザを基本的に取るためにはスミックっていう最低賃金っていうのが国で決まっていて、その年いくら分を保証できる収入がある、または財産というか貯金があるっていう証明をすれば、その年は基本的には取れる。だからなんかイギリスとかなんかよりはずっとずっとフランスは楽だなと思います。私中南米は行ったことがなくて、一回メキシコには仕事で行きそうになったのに、その時ちょうど豚ウイルスかなんかが発生しちゃった時だったから、急遽出張がなくなっちゃって結局一回も行けてなくて、私はすごい行ってみたいなと思ってて、特に美味しそうなチリとかメキシコの食べ物が食べたい。ブラジルはね、お肉が、アルゼンチンもお肉が。ツーさんブラジルにすごい行きたいんでしょ、前から。いやもうね、ブラジルはずっと行きたいなって思いながら行く機会がないもん。ビザとかも取らなきゃいけないしさ、遠いしさ。日本からだとね、遠かったらね。フランスからでも遠いよ。そう、フランスからでも遠い遠い。だからもう、でもすごいブラジルの文化はもうなんかすごい興味があるし、うん、ボサノバも大好きだから行こうと思ってます、うん、行きたいです、うん、本当に、うん、カナダというか、私はプリンスエドワード島には行ったことがあって、すごいすごい美しくて、赤毛のアンが大好きな私には最高の島だった。ご飯も美味しくて、でなんかベッド&ブレックファストとか、朝なんかいい香りだって起きたらスコーンが焼けてるみたいなすごい素敵だったから、カナダはすごいイメージしかなくて、行きたいなと思いつつ、そう言ってるのにその後は行けてないね。カナダ自身には行けてない、ケベック行ったこともないね。カナダいいよね。モントリオールもあるし、やっぱりモントリオールジャズフェスティバル行ったりとかさ、うんうん、さ、なんか爽やかな印象がある俺、すごくなんかこう。カナダ人はいいイメージ。ああ、すごい素敵。うん。すぐ。いや行きたいよね。本当いろんなとこ行きたいけど、なんかもうそれ旅ユーチューバーになっちゃって、もうそこまではさすがにできないから。でペルー美しいよね。だから行きたいなってすごい思ってるけど。いや行きたいよ。アンデスとか。
すごい、でももう完全に旅チャンネルになっちゃうね。もう Vlog とかできないし、家のこともできなくなっちゃうもんね。うん、そう、仕事もあるしね。アンデスで Vlog するんだよね。私はものすごい南イタリアが好きなので、まあ、住むって言ってもね、一生住むのかとか1ヶ月住めるのかとか、そういうのにもまたよるからちょっとわからないけれど、3ヶ月とかでもいいから南イタリアのプーリアに住みたいなっていうのがすごいまず一つあって、それから台湾も好きだから台湾に行って毎日毎日いっぱいおいしいものを食べたい。あとはやっぱりその中南米行ったことがないから、そっちの方の国に一回生活してみたいなと思ったりする。住むの？そう、楽しそうじゃない？まあ、まあ楽しそうだよね。じゃあツーさんはどこに住みたいですか？あんまり何も考えてなかったけど、普通に俺パリで、パリで本当にバンセンヌの上のあたり住みたいっていうのが本当に、てか家買いたいっていうのはずっとずっと自分の心の中にあるから、一応それがベストワンかな。で、すごい現実的なことで考えてるけど、でも2位はやっぱ日本の四国に住んでみたいってずっと言ってるじゃん、うんうんうん、住んでみたいね、あそこ。美味しそうだもんね。美味しそう。あとなんか意外と俺モロッコ住んでみたいな。モロッコになんか住んだらどんな感じなのかな、うん、だってフランス人で移住する人いいんじゃん、結構、うん、やっぱりね、うん、そうで、そういう人の生活とか見てるとさ、あの前に泊まったビリヤードとオーナーもフランス人だったけど、すごい美しいビリヤードで住んでてさ、ああいう生活ってどうなのかなって思うかなっていうぐらいかな。スペイン北部は結構行っていて、スペインバスクにも行ったことあるし、あとバルセロナなんて結構 3、4回行ってるし、でバルセロナからサンセバスチャンまでこれ車でね移動したりとか、うん、でもアストゥリアスは行ったことないよね。アストゥリアスどこかしら。すいません、勉強不足です。調べます。はい、ローマ。でもローマ友達が住んでるのね。ローマでも別にローマ行きたいけどね。別にローマ私は2回ぐらいは行ったかな。俺1回かな、ローマ、うん、行ったの昔。でも町、うん、すごい大きい町だよねローマはね、じゃない、うん、すごい大きいイメージ。フィレンツェがすごいちっちゃくて、あの散歩するのにも回りやすかったけど、うん、ローマはすごい巨大な町。あれ友達フィレンツェに住んでた、忘れちゃった。全然違うじゃん。今まで住んだことがあるのはアメリカとイギリスで、アメリカは計3年くらい住んでいて、イギリスは2年。アメリカは高校生と大学院で行ってるから、割とこう多感な時期に行ってるの で、高校生の時はすごくこう良いホストファミリーのお家に迎えていただいたから、なんかすごい私をとにかく楽しませなくちゃってっていう感じで、本当は高2で行ってるのに高校3年生に編入させてくれて、授業も基本的に自分の好きなものを選ぶんだけれど、アメリカンヒストリーとアメリカンイングリッシュ、国語の授業以外は何でもいいっていうことだったから、最大限に楽をしようと思って、家庭科と体育と自習と、自習あるんだ。自習とあとバンドと、マーチングバンドやってたんだよね。そうそうそう、バンドとあと美術。あれマーチングバンド何やってたんだっけ。もうちょっと、あ、マーチングバンドは私はフラッグ&ライフルコープっていう、フラッグを飛ばしたりとか、うん、ライフルをこうっていう。でだから毎日毎日 家に帰って、家の庭でこうやって旗をこう飛ばして回しながら通ってこうやってマーチングしなきゃいけないから、そう、それですごいウエストサイドストーリーとかやったわけ。タタタタタタタとか。それでみんなでサウスキャロライナとかノースキャロライナにバスで遠征に行くわけですよ。あ、そう、大変だった。なるほどね。うん、